皆さんこんにちは。レック専任講師の赤松です。中上級者向けの講座として実践力パープ講座という講座をご用意しております。レックで実施しています中上級者向けの本当に定番の講座となっております。こちらレック梅田駅前本校で私赤松の方で生クラスを担当させていただきます。 こちらのクラスこちらの講座ですけれども、まあ、中上級者向けの講座ということなんですが決して難しい論点をやる講座ではありませんむしろ基礎のやり直しと思ってくださいこの司法書試験は本当に基礎力が大事な試験なんです皆さんが今まで培った基礎力ですねいろいろとまだしっかり定着していないなというところがあるかもしれませんそれを再度やり直してしっかりと身につけてそれで。 問題にたおできる実践力をつけていこうという構図です。え、確かに構図のペースは早いです。初級講座の。倍ぐらいのペースで済むと思っておいてください。ただ。やる内容は初級講座でやった内容と同じです。まあ、それをしっかり復習し直して、えー、皆さんの。定着度を、しっかりと上げていく、そんな講座となってます。はい、ですので、まあ、中上級者向けっていうね、えー、言葉に。えー まあ取られることなく思い切ってチャレンジをしてください。えー、私のクラスの特徴ですけれども三、えー、点ございます。えー、まず一つが、えー、明確なランク分けしていきます、えー。この試験は何でもかんでも勉強すればいいっていうことではなくて、メリハリ付けが非常に大事な試験となります。えー、テキスト A ランク、B ランク、C ランク三つのランクに分けていきます。えー、そして、えー、C ランクのところはどんどんねこうカットしていきます。 で私の講座でも C ランク非常に多いと思っておいてくださいここはもう試験にいらないあるいは重要度が劣るなというところはもうどんどんカットしていきますそして A ランク B ランクの論点に絞り込んでいきます皆さんはそのマークしてあるあるいは印がついてある A ランク B ランク論点ですねそこに重点を置いてしっかりと基礎力を身につけていってください2つ目の工夫がテキストとリンクした過去問レジュメですこの試験やはり 等連もあるんですけれども、やはり何よりも過去問が重要です。過去問をマスターすること。で、これがインプットとなかなか連動させてやるということが難しいので、私のクラスではそこを工夫しています。テキストの順番通りに過去問の枝を並び替えた過去問レジュメというものをご用意しています。テキストで勉強したら、ね、そうすると過去問レジュメので、それに沿って、ね、テキストの順番通り過去問の枝を見ていただくことができます。 この過去問レジュメは、まあ、主要4科目ですけれどもおおむね過去20年間分、えー、民法、不当法、それから、えー、会社法、えー、そして、えー、商業統計ですね、えー、それぞれおおむね過去20年間分入っているものと思ってください、えー、枝をピックアップしたものじゃなくて過去20年間分については全足です。まあ、当然 もうこの枝さすがにいらないっていうものねあの多少省いているものもありますがそういったものを除いてはもう基本的に全足と思ってくださいそれをこちら過去問レリンムの方で、えー、しっかりねこれを利用して過去問を特地からねしっかりと身につけていってください。3点目の工夫が、えー、補助教材です 通常はメインテキストがあってサブテキストがあるんですけども私のクラスではできる限り必要な情報はメインテキストに絞り込みたいということでメインテキスト1本でやっていきます。ただそこに 補足するべき論点ですねそれは、皆さんに切り替りをしていただくという形で毎回お配りをしていきます。で、講義の中で指摘をしていきますから、えー、テキストの随所に、ね、それを切り替りして、えー、補足論点を貼り付けていってください。で、最終的にはそのメインテキストだけ見れば、えー、必要な論点はしっかりともう十分カバーできるそういったテキストを、えー、一緒に作り上げていきます。はいえー、令和4年度の、えー、本試験 まあ、なかなか、えー、思うような結果が出せなかったっていう人もね、えー、多いかもしれませんあるいは、えー、ちょっと合否どうなるかねわからないっていう人も、えー、いらっしゃるでしょう、まあ、いずれにせよ、えー、早めにスタートをしてそして、えー、次の、えー、ステップに向けて頑張っていくっていうことね、えー、大事ですからまたね新たなステップに向けてぜひ一緒に、えー、頑張っていきましょう。 はい、それではまたね教室の方でお待ちしておりますので、えー、ぜひ実践力パープ講座よろしくお願いいたします。